皆さん、こんにちは。2017年、デルジュン・タ建ケン氏スマート総まとめ講座、タ建ケン業法第1回講義を始めたいと思います。担当は、レック専任講師の友次です。どうぞよろしくお願いします。まあ、今、第1回とコールしましたけども、えっ、ー、と、1回しかないんですけれども、ええー、まあ、 権利関係1回、他権業法1回、法令上の制限税その他1回で、まあ合計3回ですけれども、まあ他権業法はこの1回だけということで、3時間かけまして、まあ総まとめということをやっていきたいと思います。で、えっ、ー、と、権利関係の方を受けていただいたと思いますけれども、まあね、権利関係の総まとめ。 で、まあ、権利関係は多分おそらくちょっと範囲が広いので、全範囲はできなかったかもしれませんけれども、こちら、卓建業法の方は、まあ、そんなに範囲も広くないですし、まあ、あとは、まあ、結構知ってるか知らないかになりますので、まあ、がっつり解説をしていくっていうよりも、むしろ、まあ、これ覚えてるっていう形の確認をしていくっていう形ですね。で、そういう感じで、まあ、見ていきたいというふうに思います。で、 使用するテキストなんですけれども、こちらですね。はい。えー、映し出しましょうかね。さあ、えー、こちらのですね。はい。ね、問題を切る公式集というやつですね。で、こちらは何かと言いますと、まあ、デルジュンタケシ合格テキストありましたよね。えー、デルジュンタッケシの合格テキスト、これですね。はい。これの、えー、合格ステップの部分ですね。こちらをまあ、まとめた書物になってます。 ですので例えばこちらのステップ1って書いてあるところは、まあ、こちらの合格ステップの1番テキストの方の合格ステップの1番と対応しているということになりますので。 まあ、あの、ちょっと苦手だな、ここの部分覚えてないなっていうところがありましたら、まあ適宜そちらの方に戻ってやってみてください。で、ちゃんとテキストに戻って、で、それで、まあちゃんと理解していくというですね。まあそういうところをちょっと徹底させていっていただければなというふうに思います。よろしいでしょうかね。はい。 さあ、まあ、これをご覧になってるのはいつでしょうかね。えー、直前期の方が多いでしょうか。で、まあ、間もなく試験という状況で多分お聞きになっている方が多いと思うんで,で、一応念のために言っておきますけれども、まあ、権利関係は満点を狙って勉強してくださいというところでインプットのところでまあ言いました。ね。 まあもしかしたらインプットを聞いてないでこれだけ聞か、ね、聞くという方もいらっしゃるかもしれませんけども、まあ一応インプットの方で、まあ満点狙って頑張ってねと、ステ分野ン作らないでねと、えー、いうふうに言いました。もちろんそれが理想でございますね。もちろんそれが理想で、で、そうやって勉強してほしかったわけなんですけれども、まあ直前期になってきてですね、そんな綺麗事あんまり言ってもしょうがないので、まあ、ね、えー、1、2問ちょっときついなっていうところはまあ、うん、切り捨ててもまあ、なんだかんだ言ってね、えー うーんしょうがないっちゃしょうがないところがある。でしょうがないっちゃしょうがないところがありますのでまあなるべく高得点取れるように苦手分野を一つでも潰していく。えー、まあここはだからあの勉強の仕方としてでここはもう捨てでいいやとかじゃなくてギリギリまで粘っていく。で試験当日になって当日まで無理だったなって思ったら当日はきっぱり捨てる。 いいですね。だから、前日まではちゃんと粘ってください。いいですね。えー、前日まではちゃんと粘って、で、当日、だからそれをプレッシャーに感じる必要はないってことですよ。ね、えー、ちょっと苦手分野があって、ゃあ,あそこを理解しないまま、これじゃあ絶対受からないとか、まあ、そんなことを言う必要はないので、まあ、前日までは粘ってやってください。ね。で、当日、ちょっと、これはきついなーっていうふうに思ったら、うん、ここの範囲はなかったんだと。 ええ、ぐらいの、まあ、なんていうんですか、割り切りを見せるっていうのも、まあ、一つの手ではありますので、まあ、そんな感じでやっていっていただければなと思います。前日まではちょっと粘ってやってください。ここ苦手っていうふうにやっても諦めないでお願いします。よろしいでしょうかね。はい。さあ、それではですね、頑張ってやっていきましょうか。さあ、まずは、卓建業法の一番最初の部分、60ページのところですね。テキスト60ページのところから見ていきたいと思います。 さあ、えー、まずは、ステップの1番のところから見ていきますね。はい。宅建業の意味というふうにありますけれども、はい、覚えてますでしょうか。宅地建物の取引を業として行おうとする場合には、 原則として、宅建業の免許を受ける必要があるということですよね。ということはですよ、逆に考えれば、宅地建物の取引をしていても、それが業じゃなければ免許はいらないってことになりますよね。で、えー、宅地建物の業をやっていても、それが取引じゃなければ免許はいらないってことになるわけですよ。いいですか宅地建物、取引、業というふうにやって、この3つが揃った場合に初めて免許が必要なんです。 逆に言えば、一個でも違ったら免許はいらない。というところは押さえておいてくださいね。では、じゃあまず宅地って何でしょうかっていうお話なんだけども、宅地というのは今建物が建ってる土地。 それから、建物を建てる目的で取引をする土地。つまり、まあ今建物が建ってる、これから建物を建てるというですね、今の建物、未来の建物という形のイメージですね。で、それから、用途地域内の土地であれば、まあ、あのー、建物を建てる、建てないとか関係なく、まあ、ここは宅地という扱いになっていきます。ただし現在、道路、公園、河川、広場、水路。 であるものは除きますよということですけれども、まあ基本この3つですね。で、登記簿の、えー、ね、地目っていうものは関係ありません。現況が基準になっていきます。そして、建物ってのは何かというと、まあ事務所や倉庫、建物の一部も含まれる、まあマンションの一室とかね、えー、マンションの一室だからこれ建物全体じゃないじゃんって言っても、マンションの一室も建物として扱いますということですよね。で、これが宅地建物。 そして取引というのは何かというと、まあ自ら売買や交換をする場合、代理して売買や交換や対策をする場合、売買して売買や交換や対策をする場合が、まあ取引というものになります。ということは、はい、ここですね。自ら対策というものは取引に当たらない。いいですね。自ら対策は取引に当たらないということもしっかりと押さえておいてくださいね。よろしいでしょうか。で、 試験では、その自ら貸借も、まあもちろんそうなんですけれども、自ら天体。ね。対策をまたね、天体していくという形で出てきますけれども、この天体も自ら貸借と同じ扱いになるということはちゃんと押さえておいてくださいね。いいでしょうか。はい。そして次、行というのは何かというと、不特定かつ多数人に対して、 反復継続して取引を行うこと。いいですが。不特定多数の人に対して反復継続して取引を行うこと。これが行というものになります。ということは、じゃあちょっとこれ合格テキストに載ってた問題ですけれども、ちょっと頭の中で確かめてみてくださいね。行に当たるかどうかいきますよ。まず、会社が 自社の従業員のみに売却をしようとする場合。会社が自社の従業員のみに売却する場合。これどうですかそう、これは行に当たりませんね。では、次。多数の知人または友人に対して売却する場合。これ行に当たりますか多数の知人または友人に対して売却する場合です。そうですね。 これ行に当たります。これは行に当たります。なんで、特定してるとは言いません。不特定扱いになりますからね。なぜって言ったら多数の知人友人すいません。どこまでが知人友人ですかって話になってきますよね。だって、考えてみればね、人類みんな友達とか言い出すかもしれませんからね。そんなもんわかんないわけですから。どこまでが友達というところがわからない以上、まあこれはね、えー、特定されてるとはやっぱり言いにくいわけですよ。 ですので、はい、行に当たります。では、多数の公益法人のみに売却した場合どうですか多数の公益法人のみに売却。はい。これも行に当たりますね。まあ、公益法人ってたくさんありますからね。はい。ですので、えー、これは行に当たるというイメージを持っておいてください。いいでしょうか。で、この、 宅地建物の取引を業として行うというのであれば、はい、ちゃんと免許を受けなければいけません。いいですかこれをやる場合には必ず免許を受けなければいけません。ただし、はい、2番目のところに参ります。免許不要の例外がありました。さあ、こいつらは免許がいりません。1番目。一定の信託会社、信託銀行ですね。 はい。これに関しては免許を取得しなくても国土交通大臣に届ければ、宅建業を営むことができます。ただし、免許以外の宅建業法の規定は適用されると。それが下の国や地方公共団体との違いですよね。国や地方公共団体の方は、宅建業法の規定そのものが適用されません。ただし、いいですか一定の信託会社、信託銀行に関しては、免許がいらないというだけのお話であって、 免許以外の業法の規定はすべて適用されるということをちゃんと押さえておいてください。よろしいでしょうかね。はい。そして、この、国、地方、公共団体に関してはちょっと気をつけてくださいね。例えば、都市再生機構って出てきたら、それは国として扱いますよ。そして、地方住宅供給公社って出てきたら、そう、これは地方、公共団体として扱いますよ。いいでしょうか。 ね、あと、注意してほしいのは、では、農業協同組合ってどうでしたっけそう、農業協同組合は国や地方公共団体扱いしません。いいですね。農業協同組合、地方公共団体扱いではないということはちゃんと気をつけておいてくださいね。いいでしょうか。はい、えー、そういうところもしっかり押さえておいてください。さあ、それでは次です。今度は事務所の設置のところ。 はい、ステップの3番です。事務所というものは何なのかというお話ですけれども、まず、主たる事務所、本店ですね。で、それから重たる事務所、ま、卓研業を営む支店ですね。えー、ですので、はい、えー、本店と支店がありますということなんですけれども、さあ、小米印。支店で宅建業を営む場合、その支店のみならず、本店も事務所に当たります。これちょっと気をつけておいてください。ですので、 例えば、本店では建設業しかやっていませんでした。で、支店の方で宅建業やってましたって言ったら、これ本店も宅建業者扱いになります。なぜ支店で宅建業やってる以上、本店で宅建業やってなくても、それはあの、宅建業やってる扱いになります。ですから、まあ、この本店で建設業を、支店で宅建業という風になった時には、そう、これは事務所2つというイメージになりますよね。逆に、じゃあ例えば、 本店で宅建業をやっていて、支店で建設業をやってたらどうですかこれは宅建業をやってる事務所は1個だけってことになりますよね。この違い大丈夫ですね。支店で、いいですか支店で宅建業を営んでいた場合には、その支店だけじゃなくて、本店も事務所扱いするということは押さえておいてください。そして、事務所だということが分かったら、ね、ここは事務所だということになったら、ちゃんとこの5点セットというものを置かなければいけませんでした。はい。 で、標識、それから報酬額の提示、掲示、ごめんなさい。それから帳簿の備え付け、それから従業者名簿の備え付け、それから青年者である専人の宅検誌の設置、この5点セットが必要になるということでございました。まあ、標識は標識で大丈夫でしょうか。えー、それから報酬額の掲示もまあ大丈夫でしょうね。はい。 で、えー、まあ、この二つは特に右側にね、なんかあの、いろいろ書いてませんけれども、あの、方、ごめんなさい。標識に関してはこれ気をつけておいてください。あの、免許証を飾っていても、いいですか標識飾っていなかったらダメですよ。逆に、あの、免許証は刑事義務ないですからね。いいですか免許証は刑事義務ありません。あくまで刑事義務があるのは標識です。そこのところ気をつけておいてください。だから、 えー、免許証を掲示しておけば標識の掲示の必要はないって言われたら罰ですよ。当然のことながら。いいですね。はい。そして報酬額の掲示はいいとして、次です。帳簿の備え付けなんですけれども、帳簿は5年間保存します。帳簿は5年間保存します。ただし、宅建業者が自ら売り主となる新築住宅にかかるものにあっては、閉鎖後10年間保存していきます。いいですか 宅建業者が自ら売り主となる新築住宅にかかるものにあっては、閉鎖後10年間こちらで取っとく必要があります。よろしいでしょうか。ねこれはなんでですかっていうと、これはあの、後でね、えー、やりますが、あれのお話に絡んでくるわけですよ。あのー、覚えてます住宅貸し担保リ広法。ね。 あっちのお話に絡んでくるわけですね。あちらで、ね、ほら、あの、自ら売り主となった場合には10年間ね、えー、ちょっとね、あの、構造上大事なところに関しては、責任持たなければいけないっていうのがありますよね。そのために、あの、10年間売ったっていう記録はちゃんと残しておかなければいけないので、だからそのために、これだけ10年間になります。だから、基本5年間ですよ。基本5年間。 ただし、自ら売り主となる新築住宅にかかるものにあっては、それは、あの、別の法律との絡みで、えー、責任を取らなければいけない以上、まあ10年間保存ということになります。はい。そして、こっち、閲覧義務がないんです。いいですか別に帳簿は見せなくても構いません。いいですか帳簿は見せなくても構いません。ただし、従業者名簿は請求があった時は見せなければいけません。いいですか従業者名簿は見せる。帳簿は見せなくてもいい。いいですね。 この違いを押さえておいてくださいね。はい。そして、従業者名簿の備え付けに関しては、最終の記載をした日から10年間保存をしていきます。いいですか最終の記載をした日から10年間保存でございます。よろしいでしょうかね。はい。そして、青年者である1000人の宅建士の設置。これは、はい。5人に1人の割合で宅建士がいないと営業できないんですよね。 はい。5人に1人の割合ということになります。よろしいでしょうか。さあ、そして次のお話です。はい。その5人に1人のお話ですね。事務所ごとに、業務に従事する者5名に1名以上の割合で、青年者であると1000人の宅検証を置かなければならないと。で、もし1000人の宅検診が不足した場合には、2週間以内に必要な土地を取らなければいけない。まあ、 二週間以内に人を雇うなりなんなりしてですね、やんなければいけないということですね。はい。宅建業者法人である場合においては、その役員が宅建士である場合、そのものが主として業務に従事する事務所等においては、青年者である専任の宅建士とみなされるということでございますと、まあ特に一番二番があたりをしっかり押さえておいてください。よろしいでしょうか。はい。それでは次。